助けてください。こんな相談をいただきました。私の保育方針は怒鳴らずずっと笑顔で、この方針を貫いて子供たちと毎日楽しく過ごしています。ですが他のクラスでは子供を怒鳴りつけたり、止めないとお母さんに言うよと脅すような言い方で、時には力ずくで子供たちを従わせようとしている光景がよく見られます。確かに子供たちは怒られたくないという思いからか、先生の言うことを素直に聞いており、一言で言えばとても規律正しい子供たちという印象で、一方私のクラスは規律正しいというよりも自由奔放といった感じで、他のクラスと比べると落ち着きがないなと思うことが多々あります。ですが私は自分の保育方針が間違っているとは思っていませんし、今の子供たちの状態が特別悪いとも思っていませんでした。ですが最近は毎日悩んでいます。園長先生から、あなたのクラスは世話しない子が多いねと言われたから、おとなしく座らない子に立ちません、座りなさいと言うべきでしょうか。どうして立ちたくなったのかなと聞いてから、今は座った方がいい理由を伝えて、その子の気持ちをできるだけ汲み取るのはあまりにものろまなのでしょうか。もっと厳しくスパルタな心を持った方がいいのでしょうか。そんなことを考えるようになってから、私に保育士は向いてないんじゃないかと心が折れそうな日々を過ごしています。子供は大好きですが、もうやめた方がいいんじゃないかと思うようになってきました。こんなことを考える私はもう保育士を辞めた方がいいんでしょうかとのこと。きっと保育の仕事が大好きだからこそこういった悩みを抱くのでしょう。正直もう話を聞いているだけで涙が出そうになってしまいました。一応僕なりに考えをお伝えしたんですが、もっといいメッセージがあったんじゃないかと最近ずっと悩んでいます。というわけで助けてください。これを見ているあなただったら、この保育士さんにどんなことを伝えますか。僕なりにどんな回答をしたかはコメント欄に書いておきます。